ユーマ研究家の中澤武史です。今回ご紹介させていただきますユーマは、リアルガバラ出現。まあ、何のジャンルでもそうなんですけれど、まあね、人気キャラクターもいれば、そうじゃないキャラクターっていうのもいます。例えば、まあ、僕の大好きな怪獣ね。まあ、ユーマも僕の中では怪獣ですけれど、まあ、この場合言ったのは特撮ものの怪獣ね。ゴジラとか、ガメラとか、ウルトラマンに出てくる怪獣も、まあ、好きな人がたくさんいる、ファンが多い怪獣もいれば、まあ、残念ながらファンの少ない怪獣、そして、まあ、アンチっていうんですか、嫌いな人が多い怪獣も、います。かつてね、僕が小中学生の頃愛読していた雑誌に、ゴジラマガジンという雑誌があって、で、このゴジラマガジンのね、第2号のね、読者アンケート企画っていうのがあったんですけど、これがね、好きな怪獣ランキングとね、嫌いな怪獣ランキングが載ってたんですね。で、この時に、嫌いな怪獣の第1位に選ばれたのが、ジェットジャガーという、怪獣だったんですね。で、この、まあ、ジェットジャガーっていうのは、まあ、長らくね、ゴジラシリーズにおける一番嫌われ者不人気の、キャラクターと言われてたんですけれど、今年、2021年、ゴジラシングラーポイントというアニメが放送されまして、あ、まあ、すごい面白かったね。僕もこの、ファンブックをね、持ってるんですけれど、実はですね、表紙にね、いる怪獣が、まあ、この辺人間ですけど、ここゴジラでしょ？まあ、怪獣とか、まあ、詳しくない人のために、紹介しますと、ゴジラと一緒に写ってる怪獣、まあ、怪獣って言っていいのか分かんないですけど、まあ、これジェットジャガーです。かつてはね、シリーズにおける一番嫌われていた怪獣、ジェットジャガーなんですけれど、2021年に作られた新作では、もう主役級の活躍を見せて、人気も大上昇したというね、嫌われ者がもういつの間にか大人気、怪獣になったということで、めでたし、めでたしってことなんですけれど、ですね、これ僕ね、どんなジャンルでも実はそうなんじゃないかなと思ってるんですけれど、一番不幸なのは、一番不人気、ワースト1位じゃなくて、下から2番目、ワースト2なんじゃないかなと僕はずっと思ってるんですよ。ワースト1位っていうのは、実は美味しいポジションなんじゃないかなと思って、芸能人とかでは抱かれたくないね、芸能人ランキングとかですけど、抱かれたくないタレントの1位とかは、すごいネタにされるじゃないですか。で、長屋大と出川哲郎さん、1位になってるんだけど、今やもう大スターじゃないですか。もう国民的にね、好感度も高いですけど、やっぱり、その、ワースト1位っていうのは、やっぱりそれだけでも、やっぱメディアとかで紹介されるチャンスも増えるし、そこをネタにもできるっていう強みがあると思うんですね。僕に関することで言うと、僕は茨城県出身なんですけど、まあ茨城県ってまあその魅力度ランキングね、47都道府県で、まあずーっとね、ワースト1位取ってて、で去年奇跡的にね、最下位脱出したと思ったら、また最下位に戻るという、もう踏んだり蹴ったりなんですけど、逆に言うとワースト1位っていうのが茨城の実は強みになってんのかなと思って、僕なんかは、まあ魅力度ランキング最下位の茨城県には実はこんなにユーマの目撃情報が多いんですとか、こんなにオカルト的な話があるんですって言ったら、まあそれこそ、まあ CS の番組ではね、茨城県をテーマにしたオカルト番組を作っていただいたりとか、あとビートたけしさんのね、超常現象 X ファイルでは、なんと茨城ユーマファイルっていうね、もうわけのわかんないコーナーを地上波のゴールデンタイムで、ね、ビートたけしさんの司会の番組でやってもらったりもしたんですけれど、あれはやっぱりその魅力度ランキング最下位の茨城だからこそある種成立したというか、なんか中途半端な順位だとやっぱりネタとしても使ってもらえないっていうのがあると思うんですね。だからやっぱり最下位っていうのはね、やっぱちょっと美味しいんですよ。考えてみれば、このジェットジャガーっていう怪獣も、このゴジラシンギュラーポイントっていうアニメで主役級に活躍する前から、商品化されることすごい多かったんですよ。おもちゃ化とかさ、ゴジラっていろんな怪獣出てきて、なかなかそのね、ソフビ人形とかにしてもらえない怪獣もいるんですけど、ジェットジャガーって全然別にそのアニメでね、主役になる前から、いっぱいおもちゃ出てたし、僕もいっぱい買ってたんですよ。そういう意味で言うと、ジェットジャガーってね、やっぱワースト1位っていうのが逆にやっぱ武器で、昔から結構美味しい思いしてたんじゃないかなと思うんです。まあ、つまりですね、やっぱ一番かわいそうな、一番救ってあげたい怪獣は何かって考えると、まあ、ワースト2位の怪獣なんですね。で、そのワースト2、ゴジラシリーズにおける、2番目に嫌われている真の不遇怪獣。それこそが、ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣大進撃に登場した、
ガバラなんですね。このガバラが、まあ、ジェットジャガーの次に嫌われていた怪獣として、まあ、ゴジラマガジンのね、乗っちゃった怪獣なんですけれど、まあ、読者投稿企画なんで、読者の声とかも載ってるんですけれど、もうひどいんですよ。もう、お前なんか怪獣じゃねえって、読者が、怪獣じゃねえならガバラ何なんだよって気もするんですけど、とにかくそんくらい嫌われて、もう怪獣っていうことを認めることすら、ファンから嫌がられるくらい嫌われていた怪獣なんですけれど、ただやっぱり、ジェットジャガーみたいにね、あの、スポットライトが当たることもないし、ジェットジャガーなんてのは本当に何度も思っちゃってるけど、ガバラはね、ほとんど商品も、まあ、そのマニア向けのものとか、まあ、ちっちゃいね、お菓子のおまけとかにはなったりするけど、やっぱりなかなか商品化にね、恵まれない怪獣だと思います。ですからね、今回私はそのユーマ研究家という立場から、このかわいそうな怪獣を救いたいと思い、リアルガバラとも呼ぶべきユーマ情報を、頑張って見つけてみました。このガバラっていう怪獣はですね、まあ、見た目はからはちょっと分かりにくいんですけれど、これね、あのガマガエルの怪獣なんですよ。カエルの怪獣なんですね。ちょっと、まあ、見た目、全然カエルっぽくないかもしれないんですけど、ゴジラとかはね、まあ、これも作品によって設定ちょっと違うんですけれど、まあ、放射能の影響で恐竜が怪獣化したみたいに言われることが、ラドンとかだったらね、プテラノドンが放射能の影響で怪獣化したみたいな話なんですけれど、このガバラは放射能の影響でカエルがこんな風になったっていうね、どんなことがあっても放射能で変えるこの形にはならないだろうって気がするんですけど、そういう設定の怪獣なんですね。で、まあ、このやっぱりガバラの人気を上げるためにリアルガバラのようなユーマを探すということは、つまり巨大なカエルのようなユーマいないかって考えたら、いました。しかもこれ巨大なカエルだけじゃないですね。あの、もっとガバラっぽい特徴を持ってるんで、ちょっとご紹介させていただきます。リアルガバラが目撃されたのは1876年南太平洋でことでした。この南太平洋ですね、20メートルほどの巨大生物が泳いでいるのが発見されたんですけれど、これね、頭だけでもね、6メートルほどあって、で、この頭っていうのが非常にカエルに似ていたらしいんですね。そしてですね、なんとこの怪物の背中にはギザギザの角がたくさん生えていたらしいんですね。背中に角が生えているカエルの怪獣、まさにリアルガバラなんですね。まあ、怪獣映画の世界でね、ガバラが人気怪獣じゃないように、このリアルガバラもですね、まあ、ユーマファンの間でも非常に、人気というか、もう知名度がもうなくて、僕も長い間実は忘れてました。いろんな資料を見てて、ガバラみたいのいないかいないかみたいにね、探したら、うわ、いた、リアルガバラがいたみたいにね、僕は大興奮したんですけど、そのくらいの僕でも存在を忘れていたようなね、不遇のユーマなんですけれど、まあ、あとはね、まあ、そのカエルの特徴を持つユーマといえば、まあ、その大きさはそこまで巨大じゃないですし、もう角も生えてないですけれど、まあ、フロックマンね、以前こちらのチャンネルでも紹介させていただきましたけど、まあ、ヒューマンタイプのユーマなんですが、カエルのような特徴を持っているものがいて、まあ、これもでも直立の二足歩行しているカエルっていう意味で言うと、まあ、ちょっとガバラ感もね、あるので、こっちはね、怪人系ユーマっていろいろいますけれどね、まあ、トカゲ男とか羊男とかいるんですけど、クロックマンは怪人系ユーマの中では、まあ、割と人気上位、まあ、1位か2位を争うぐらい人気のあるユーマなんで、このクロックマンとこのリアルガバラが手を組んで、カエルユーマ業界を盛り上げれば、結果的には、ガバラのジェットジャガー声も果たせるんじゃないかと思って、僕としては、ユーマ研究家としてはね、まあ、正直言うとね、こういうユーマはなかなかいないので、まだガバラのがね、ユーマ研究家としてはジェットジャガーでガバラ推しですよ。ジェットジャガーに負けるな、ガバラ。中澤武史は、リアルガバラを知名度広げることによって、ガバラの人気を盛り上げていきたいと思います。皆さんもぜひ、ガバラを応援しましょう。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。